大人の遊びをしようじゃないか。デバレッジ投資家、いつきです。本日もよろしくお願いいたします。さあ、痛恨のミスということでね、まあ何かと言いますと、昨日ライブ放送の方ではね、伝えていたんですけれど、アメリカのね、再権利回りが急上昇したわけですよね。そうなってくると、あっこまでね、急激にね、アメリカの再権利回りが上昇するんだから、株価がね、下落すると。 えいうふうに思ってね。で、まあ、14、18の、えー、レンジを抜けるんじゃないかと。えー、14を大幅にね、えー、突き抜けていくんじゃないかということでね、えー、木曜日のマーケットっていうのはね、剣するということでね、いうことを言って、で、まあ、えー、売りのね、万が一上昇した時に困るんで、まあ、売りの差し値だけ入れてね、えー、あとはまあ、寝ますということを言ってたんですけれど、まさか、ちょっとね、マ、まあ、ネックス証券使い方がよく分かっていないということで、えー、差し値の方が残っておりまして、 え結果、SOXL をね、購入してしまったと。 えいうことで、検するつもりだったのにということでね、まあ、これが、えー、こうそうするのか、えー、それともね、えー、大打撃を食らってしまうのかというところ、まあ、このあたりもね、お話の方をしていきながらと、えー、ドル円、えー、そして債券合わせてチェック、金曜日の SXL の、えー、差し値の方もね、まあ、公開していきたいということで、えー、昨日は2、3日、検します、様子見ますということを言ってたんですけれど、まあ、結果、14、18のレンジを抜けていないということで、大幅にね、債券 利回りが上昇しても大丈夫なのかというふうに思っておりますね。この辺りちょっと軌道修正していきたいと思います。SXL、SO、作戦会議スタートです。 はい。私のチャンネルではね、SOXL を使って、えー、6年以内に送り人になっていこうという計画をしております。これは別に SOXL を使ってね、送り人になれますよという動画を発信してるんではなくて、私がなれるかどうかチャレンジしているということなんでね、SOXL を進めてるんではなくて、私が SOXL を使って送り人になれるのかを見ていただくエンターテインメント番組となっております。 まあ、s x l はね、危険だ、危険だと言われております。それはね、2022年見ていただければ分かるように 91.、91.6%下落したからですね。ただし、これを91.6%下落、大変だと見るのか、ディスカウントが91.6%引きになっていると見るのか、これはそれ人それぞれの感性になってくると思いますので、91.6%が怖いと本能的に思った方は s x l は使わないでください。逆にね、 お得だバーゲンタイムだ割引だと思われた方はね、s o x l を使っていけばいいんじゃないかと。私はもちろん91.6%下落イコール91.6%割引だと思っておりますね。ね。価値あるものが値段を落としてると思ってますんで、まあ、しっかりと s o x l の方で、ね、使って危険が、ね、ないということをね、まあ、どん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 、えー、口で、ね、言うんではなくてね、現実に見ていただきたいなというふうに考えております。 まずは原油からチェックしていきましょう、77.86ということで、もうこれは毎日売ってるんですけれど、12月からの、ね、レンジを抜けていない、70、80のレンジを抜けておりませんので、全然問題なしと、でこちらがドル円の方ですね、まあ、若干ですけれども、円高方向に降っているとは言っても、136.67円ということで、まあ、ドルが、ね、かなり高いところで推移しているということは、まあ、間違いないと。 さあ、20年再利回りですね、再建価格の方が木曜日急上昇しましたので、まあ、ビビってね、ハイテクが売られるんじゃないかというふうにね、思ったので、まあ、昨日はね、木曜日は検するということになったんですけど、ここね、大幅上昇してますよね。20年再利回りは4.228。10年再利回りの方も大きく上昇しています。なんとね、脅威の4.062ということで、4%台に乗ってきました。 そしてこちらが2年祭ということでね、まあ、脅威の4.889ということで、まあ、ここも、ね、上昇していると、まあ、20年祭、10年祭、2年祭、もに、ね、4%を超えてきたということになっています。しかもこの、ね、2年祭利回りを見ていただきますと、1月4日のヒゲタッチの、ね、高値の部分にも迫って抜いたんじゃないかという勢いになっています。去年の11月4日ということで、ね、株価が、ね、かなり安くなっていた。 た時期だと思うんですけれどもね、はいえー、これはソクルがまたね、えー、10ドル切る展開に戻るんじゃないかということでね、まあ、ビビって木曜日、剣したわけなんですけれどもね、えー、結果、株価は上昇していったと。 どういうこととやねんと、まあ、この債券価格が上昇していても株価が上昇するというのは聞いていたんですけれどもあこういうことだったのかとえですからまあ毎回毎回、ね、新しい、ね、発見させてくれるわこの株式投資はというふうに思っております。 新規の失業保険申請者数の方が出てきまして、予想よりも4000件少なかったと。で、前回よりは2000件少なかったということで、まあ、賃金インフレが全然改善されてないんじゃないかと、えー。利上げ継続していかないんじゃいけないかというようなね、状態を、まあ、思ってて、まあ、もう、FRB としてはもっとね、失業者を増やして、賃金インフレっていうのをね、抑えていきたいというね、目論みがあるということなんでね、ただこれどうなんでしょう。失業ね、えー 数が少ないというのはいいことじゃないかと基本的には思うんですけれどもね、えー、ま,あまだまだアメリカの雇用の方はね、えー、強いというところがね、まあ、出てきたと。 で、SOXL で、ね、この大幅な債券の利回りが急上昇していきましたので、プレマーケットの段階で大きく下げて始まったわけなんですね。そして、プレマーケット中ね、ずっと下がりまして、マーケットが開いても下がったんで、もうこれは稀れみなく下がっていく日なんで、まあ、検しておいた方がいいだろうと。まあ、下手したら13ドルを突き抜けて12ドル台になるのかなんて妄想して寝て朝起きたらびっくり。 からかということでね、ライブ中でね、1 2、2%上昇してね、最終的に終わったら、私はひっくり返りますよと言ってたんですけれど、布団の中でふっ、ね、ひっくり返りましたということで、まあ、もう急上昇ですよね。ただ、急上昇しすぎたんで、まあ、時間外取引で売られているというね、状態になっているというね、ことなんで、まあ、これはね、やっぱ株式でて短期は当たらないなというふうに思ってます。ただね、一つ良かったのが、14、18のレンジ。これ 抜けていないということで。 こちらね、日足の方のチャートになるんですけれど、木曜日急上昇ということでね、この2、3日分下げていた部分をね、まあ、全てリカバリーしていってくれたんで、まあ、もうちょいね、上方向に走ってほしいかなと思うんですけどね、ちょっと今15ドル台でそこまで到達すると買い叩かれるということがあるんで、今ね、13、15このあたりのレンジにね、仕切り直してるのか、それとももう一度ね、14、18まで戻っていってくれるのか、これはね、今日確認 確認しないといけないなと思ってるんですけれど、まあ下にね、えー、突き抜けていかなくてよかったなというふうに思ってます。で、TDC ケンシャル的にもね、1営業日下落だったんですけれど、1営業日上昇にね、えー、変わりましたので、今日、えー、そして、えー、月曜日、えー、がっつりとね、上がっていただければなと思います。出来高の方もね、ちょっと大きかったですよね。ということなんで、どうなんでしょう、やっぱり安くなっている、えー、SXL、SO、っていうのは、ある程度安くなったら買われるというね、えー、認識でいいのかなと。今買われる ルボーダーラインっていうのがやはり13ドル台、まあ、ここになったら強烈な買いが入るとね考えていいのかなというふうに思ってます。まあ、そうなればまあ、14、18のレンジの中を行ったり来たりしてるだけなんでまだまだスイングトレードができるということでねにやっと私は思ってるんですけれど。 今日ですね3月4日、これ、日付変わっての12時なんで、日本時間では3月の4日の日付変わっての12時です。はい、SM 非製造業、景況指数というのが、ね、出てきます。これね、50を超えていれば、ま、景気拡大、ま、50を、ね、下回っていれば景気縮小ということで、非製造業は今ね、強い段階、前回でも55.2、予想はちょっと弱くなって54.6ということなんですけれど、さあ、このね、数値が出てきて、株式がどういう風なね、 反応をせるのかというところがあるんですけれど、ただね、えー、これ大きくね、下方向とか上方向にね、えー 変わっていくほどの指数ではありませんので、まあ今週から来週にかけて、14、18のね、レンジになっているということは、まあ変わりないというね、確認ができたんじゃないかというと、もうね、この考え、ブレませんよということでいきたいと思います。楽天証券で保有しております SOXL322 株あるやつですね。こちらはトータルリターンマイナス4.63%ということなんで、まあもうちょっと頑張ってね、上がっていただければ、しっかりとね、売り切ることができるんじゃないかということで、まあ次ね、この 楽天証券に関しては、売るときは全力で売ります、322株一括で売るということですね。えー、そして、まあ、3月23日の、ね、FOMC、えー、ここで再度、ね、下落方向に振る可能性もあると、まあ、利上げがされるという、ねえー、ことになってきますんで。 ちょっと前までは0.25でいいだろうと思ってたんですけれど、下手するとね、0.5の利上げもあるんじゃないかという観測になってきましたので、0.5になればね、株価一瞬下落するということがありますので、まあ、それまでにはポジション整理して、上昇していくんだったらね、しっかりとスイングトレードを継続していきたいと思います。マ、まあ、ネックス証券ですね、ついうっかりということで、昨日券するつもりだったんで、これね、買わないつもりだったんですけれど、朝起きてね、この、 動画を撮らないといけないんで、まあリアルタイム可能額ね、これね、昨日までコピペだったんで、今日はスクショしておこうと思ってね、スクショしたら、あれおかしいなんか躍上してるということで、パッと見るとね、おかしいと思って見ると、ソクルのね、海外躍上しておりまして、平均取得価格が13.73、これで100株ね、購入していたということで、まあ、 昨日ね、ちょっと移動日だったんで、早い段階で差し値の方を入れていたんですよね、えー。それをついうっかり忘れていたのか、それとも何かの手違いだったのか残っておりまして、えー、ついつい買ってしまったと、えー。ライブ放送ではあれだけね、剣、えー、する、剣すると言っていたのにね、私が購入しているということで、まあ、ちょっとね、私の中でこのサプライズというか、ちょっと申し訳ないなというね気がしております。なんで申し訳ないかというと、す、え、で、ー、にトータルリターンがね、えー 8.3%利益が乗っているというところがねこれマイナスだったら、まあ、申し訳ないなとかって思わないですよね。すでにプラスの、ね、トータルリターンになっているというところこれがねちょっと申し訳ないなというふうに思いました。まあ、たまにこういうことをやらかしますので、今回はたまたまいい方向に行ったんでよかったですけどね、これ大幅マイナスとかで違う商品買ってたとかという、ね、話ではちょっとシャレにならないんでね、ね今後は気をつけていきたいと思います。3月3日… 資金投入せせず持ち株何株何増やせるのかチャレンジ2月は27株増やせました。3月はどうなっていくでしょうかということでね、今のところ楽天証券は322株、平均取得が15.75で持っておりますえ。そしてマネックス証券の方は100株持っておりまして、平均取得が13.75と、なんとね、2ドルも安く購入することができたということでね、まあ、これはすぐ、ね、売れるんじゃないかというふうに思ってますので、はい、売りぶつけていこうか。 かなと思ってます今日のね、SOXL の指し値のポイントを考えていくということで、え時間外取引の方でえ見ますと、SOXL 私がね、見ていたときは14.88ということになっておりますので、ここで換算していきたいと。上に振っても下に振っても16%と考えてますので、まあ、マックス上に振れば17.26、マックス下落すれば12.49、このね、レンジの中を SXL はうろうろう、うろうろうしていくと思います。ただしなんですけどね、今日も16%も、ね、上限運動するほどの ネタがあるのかというとありません。まあ最近できたかも少ないということなんでね。まあせいぜい動いて5%、7%かなということで、5%、7%で考えていきますと、えー、まず売りの段階ですよね。5%上昇しますと15.62。7%上昇しますと15.92ということなんで、まだこの上昇ではね、楽天証券の方は売れないかなと。えー、ですけれど逆にね、マネックス証券の方ですと、まあね、えー 1.5ドルから2ドルぐらいね、え、利幅が取れそうになってますんで、まあ、ここはね、はい、売りぶつけていくのが正義なのか、16ドル台までなるのを待つのかというかね、今悩んでますけれど、まあ、一応、楽天証券は16ドル台で売りたいと思っているんで、それだったら、まあ、ネクス証券はさっさと口座空にしておいた方がいいんじゃないかということがありますので、まあ、プラス5%、プラス7%あたりでね、え、差しに入れていきたいと思います。し買い戻しなんですけれどね、マイナス5%下に振れば14.1%。 マイナス7%下に振りますと13.783ということになってますんで、まあ、今14、18のレンジに入っておりまして、そして下振れしてね、えー、たまに13ドル台で買えるというふうに思ってますんで、まあ、13ドル台になったときは買い戻しということでね、まあ、今日は積極的に、あと、ね、残りのマネクス証券の資金の方もね、まあ、使っていきたいかなと思ってます。高額差別買い戻し基準ということでね、まあ、楽天証券の方は18、14の時のレンジで使って くとそしてマネックス証券の方は10ドル14のレンジで使っていくと、まあ、ちょうどね今、14ドルを切ったところで、ね、マネックス証券の方も保有できてますんで、まあ、こんな感じで、まあ、マネックスの方では14ドル切った時にしっかりとスイングトレード対象になってくると、でまあ、楽天証券の方は今、ね、凍結されておりますので、この凍結が、ね、解除されれば、しっかりと取引の方うで、ね、ガンガン増やしていきたいと。 まあ何にしろ、ね、き昨日剣したのは、要は13ドルを振り切って12ドルとかね、そこを掘る展開に戻っていくんじゃないかというふうに、ちょっと恐怖したので、再建利回りがあまりにもね、急激に伸びましたので、まあ、ここ、えー、様子を見たんですけれど、上昇してくれてね、結果、14、18のレンジをまだ抜けていないということが確認できたので、き、まあ、今日からね、しっかりとスイングトレードをね、開始していきたいと、き、まあ、昨日購入できてますんで、今日ね、売れればラッキーかなと。 そして週またぎまして月曜日からね、仕切り直ししていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。